イベント楽しみです。皆さんこんにちは。今からライオンに大接近タイム始めていきたいと思います。このイベントでは皆様をライオン社の裏側へご案内いたします。普段より近い位置でライオンたちを観察できるイベントです。今から注意事項をお話ししますのでしっかりとお聞きください。まずライオン社の裏側、入ったところに水色のマットが引いてあります。水色のマットには消毒液が含まれていますので、その上で足踏みをして足裏の消毒をお願いいたします。これはライオンたちに病気をうつさないようにするためのものです。よろしくお願いします。そしてライオンたちを見る場所では地面に黄色い線が引いてあります。必ず黄色い線の外側からご覧ください。なお小学校低学年以下の子どもさんは必ず大人の方と手をつないで中にお入りください。そしてライオンたちがいる場所では私たち飼育員がご飯をあげています。ご飯に限りがございますのでスムーズな交代をよろしくお願いします。そしてライオン社の裏側は一方通行になっています。お連れの方とはぐれたり忘れ物をしないようにお気をつけください。そして最後に一番大事なことですが、このイベントはライオンたちが協力してくれることによって行えるイベントです。もしライオンたちが最初から来なかったり途中で離れてしまった場合には、近くでご覧いただけない場合もございます。あらかじめご了承ください。それでは今からライオン社の裏側にご案内していきます。わあ、めっちゃ楽しみ。どんな感じなんだろう。ではここから入っていきます。はい、あ、さっき言ってたマットこれですね。はい、まず最初にここで足踏みして消毒をします。あ、ライオンがいる。すいません、この黄色の枠線の外側で見てくださいね。すいません、失礼しました、はい、ありがとうございます。はい、こちらにいるのはメスライオンのリラちゃんという名前のライオンですね。今食べているのは馬肉を食べています。でリラちゃんは今年齢が11歳なんですが、アサヒくんとは1個差ですね。アサヒくんが1歳若くて10歳です。でリラちゃんとアサヒくん比べるとリラちゃんの方が体が小さいですが、体重は今90キロから100キロぐらいあります。でリラちゃんですね、実はおもちゃで遊ぶのが大好きなライオンで、段ボールとかあげるとボロボロになるまでずっと遊んでます。はい、おしまいです。わあ、大きい。こちらアサヒくんです。今アサヒくんが食べているのは馬のお肉、馬肉です。普段は骨付きの鶏肉や魚のアジ、牛の腎臓や肝臓も食べています。この馬肉はアサヒくんがお肉の中でご飯の中で一番好きなものです。ライオンはお肉しか食べない動物なので、今口の中ご注目ください。鋭い牙とザラザラとした舌があるのがわかるかと思います。この口の中の作りは肉食動物ならではのものになっています。いやー、楽しかったな。ライオンかっこいい。ライオンに大接近タイムは日曜祝日の11時30分から行っています。11時30分までに並ばれないとご参加はできませんのでご注意ください。参加いただくお客様の人数が多い場合には写真撮影を禁止させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。皆様のご参加をお待ちしております。